こんにちはアマズレスサポー,ター堀秀夫です今日は最近読んだ本、幸福優位7つの法則の中でね、まあ、脳科学的に効率の良い稼ぎ方、稼ぐまでのステップの踏み方というのが出てる。あるいはね、えー、より成果を出しやすい方法が、まあ、いろんな実例とかね、なぜそうなるかっていうのを説明してる、えー、本、まあ、幸い読んでね、 私のサポート方針とがっちり合致してて、しかも経験則で分かってたことがね、そのなぜそうなってるかっていうのが分かったんで、まあ、それについてシェアしていきたいと思いますで。今日はゾロサークル。これは小さな成功が積み重ねれば大きな成功につながる。それにはまず砂の上に最初の絵を円を描くことから始めなければならないと。マスクオブゾロの、ね、トレーニングになぞらえた 話なんですけどこれは大きな試練にに圧倒されれると理性が感情に乗っ取られてしまうとまず達成可能な小さなゴールに注目してコントロール感覚を取り戻しそれから徐々に範囲を広げて大きなゴールを達成する方法をこの法則から学ぶことができるとこれどういうことかというとたくさんの情報があってねどうしたらいいか分かんないと言った時にはね、まあ、よく、えー 固まるとかね、言いますけど、本当に固まる。何やっていいんだか分かんなくなるという現象が起きます。これがなぜか、ね、あの、先々のこととか、いきなりね、まあ、まだ副業で全然稼いだことない、サラリーマンで給料をもらうことしかやったことない方が、いきなり月収100万を達成したいと言ったときにね、月収100万を達成するためにクリアしなきゃいけない課題が多すぎて、もう、 頭が働かなくなっちゃう。これよくありがちです。だから大きすぎる目標はね、えー、よくない。できること、小さなことからクリアしていって、まずは稼ぐ準備。オーストラリアアマゾン室で言えば、まずオーストラリアの売り上げを受け取る口座を作ると。口座すぐできたと。言った通りできた。で、次に販売するアカウントを作る。アカウントもできた。 で、アカウントができたらね、次にはまず1回目の商品を見つけると。あ1回目の商品見つかったで。それを納品設定して送るというふうにね、えー、順,度順序立ててやっていけば、まあ、スムーズに、1ヶ月もあればその1回目の商品を送るところまでいくんですけど、全体像をね、まず把握したいとか、まあ、あのどういうステップでその稼げるところまでいくのか聞いておきたいという質問がある場合があって、まあ、今まではね、その 聞かれて、いや、そんなの気にしなくていいというふうにね、まあ、断るのもちょっとどうだろうと思って、うん、まあ、答えてたんですけど、大体そのやりとりをしてると固まります。でね、その全体像を説明したときに返ってくる質問がね、なんか、やっぱ全体像全く把握できてないと。 まあそれは全体像把握できてないですよね。初めてやることなわけですから、100万円稼ぐために必要なことを言われたら、全体像はいきなり把握できるわけがないんですけど、その全体像を理解しようと思って止まってると、正直何も考えず一個1個課題をクリアしていった人がね、3ヶ月で売上30万突破しましたとか言ってるときに、まだ、ね、優秀なはずなのに、 下手すると3ヶ月でね納品1回目の納品も完了してないとかいう事態に陥ります、まあ、これね優秀な人ほどそうなりやすいなぜなら普通の日本の教育を受けてるとまず計画を立てて、ね、でその計画通りクリアしていくということが必要になってくるわけなんでまあ言われたことをねそのその人の行き当たりばったりにやってるっていうのは多分そういう優秀な人の え習慣にはないところが、ねえー、稼ぐというのは難しくはないものの勉強ほど単純な話ではないと、ね、何ページから何ページの問題を10問やれば、えー、間違ったところを直すとテストで100等に取れるようになるとかっていうほど単純ではないんでまあ初めてのことだし止まってしまうということがありますでなぜ止まるか これはあのもう止まるのは分かったんですけど、止まらないようにとりあえず行動しろとかそういう話をしてたんですけど、原因が、ね、分かりました、えー。人間が生き残った機能に根ざした、えー、能力だったようです。まあ、人間の脳の中には2つの対立する機能がある。まあ、それが、えー、この考える脳と、えー、反射的な脳ですねで。1つ目のまず反射的な部分。これは何千年も前。 人間の存在にとって不可欠だった反射機能。サーベルタイガーが茂みから飛び出してきたとき、人は論理的に思考している暇はない。だから体に反射的動きが生じて行動を起こさせる。体にアドレナリンとストレスホルモンが満たされ、即座に本能的行動が起きる。戦うか逃げるかである。二択しかないと。もう考え、考えるまでもない。てか考える機能は全くシャットダウンされてしまいます。そして、戦うか逃げるか。 この2つしかない他のことは一切考えられないという状態になりますでもう一つの部分これが論理的な部分、まあ、稼ぐためにはここを働かせる必要があると現代では社会の周辺にサービルイ会社の周辺にサービル対話が現れることはまずない今の世界に起こる問題は戦うか逃げるかといったことよりずっと複雑である反射的な行動は有益であるより有害なことの方が多い 特に大事な決断をするときに反射的に決,、ま、決めてしまったのではトラブルの連続となる。だから何千年もの進化の過程で考える部分が発達してきたのであると。ところがこの2の論理的な部分っていうのは緊張したときには働かない。そして普通のときも大した働きをしない。リラックスをしたとき、楽しいときによく働くということなんでね。極力こう緊張しないように、ね。だから、 次はこれやれって言って、一つのことだけを考えてやるのに、緊張することはあんまないんですけど、単純なことしか指示しないんでね。ただ、全体像、これを見つけた後に、月何百個売れる商品を見つけなきゃいけないんだってとこまで頭が回っちゃうと、それがストレスになり、本来の能力の数十分の1、下手したら数百分の一しか頭が働かない。いや、もっと言えば全く働かないのが自然な、えー、対応なんでね。あ、まあ、なるほど。 話してたときとても優秀だったはずなのに、えー、なぜ止まって、まあね、らしからぬ質問を繰り返すのかっていうのはこの機能が発動しちゃってるんだなってことがよく分かりました、まあ、私のサポートでは意識して小さな簡単なことだけを伝えてステップアップするようにサポートしていますしかし今までは全体像を聞かれて聞きたいと言われれば答えていました、まあ、ところがこの脳の軌道によりね まず全体像を理解したいと言われて全体像を言うと理解する機能が止まっちゃってるわけですからどこまで行ったって何も進まないと。あなるほど、これですっきりね、わ、えー、かりましたと。まあ、そうなると、まあ、えー、もうこの科学的証拠があることも分かったわけですのでね、今後はゾロソーラサークルに習い小さな課題から一つずつステップアップするサポートを徹底します。まあ、なんか質問来たらこの動画をお見せして。 一個一個クリアしていきましょうと。ね、あの全体は把握できません。っていう形にします。で、もう一つ、ね、実は日本に帰った時やろうと思えば飲み会とか皆さんと会ってね、えー、懇親会みたいなことをやろうと思えばできるんですけど、これはね、あんまりいい結果を生んでなかったと。ね、接触していろいろ言ったはずなのに、その後の動きがね、すごく良くなったという方はごく一部。ね、ほとんどの人はね、 ななんか今一つになっちゃうこれ、なんでかなと、ね、なんでかなっていうのは分かんないけど、結果的にそうなってるん、ね、で、この飲み会やめたんですけど、これも分かりました。まさに今言ったことと同じですね。ついつい私もね、えーまあ、酒も入ってるしで、会員さんも目の前に私がいるんで、いろいろ聞きたいことを聞いちゃうと、もう完全に、ね、キ,ャパキャパオーバーの情報を与えすぎてしまいます。あるいは 私に質問しなくても、他の会員さんとの会話がね、嫌でもみんなで集まってますから聞こえますんでね、これがプラスに働けばいいんですけど、えー、入ったばっかの人、あんまりね、えー、やり方が分かってない人に、ある程度稼いでる人、結構稼いでる人との会話を聞かせちゃうと、同じようにオーバーフローを起こしやすいということでね、あのこの、 日本にいなくなったからね、チャットワークとスカイプのサポートで、会員同士の接触なしというスタイルになったんですけど、はっきり言って今の方が、えー、脱落者が少ないです。昔日本にいて、えー、責ナーやって、その後懇親会やって、あるいはね、えー、たまに帰ったとき、地域地域で集まってってやってた時の方が、実は脱落者が多かった。これはなぜかというと、えー、この機能ですよね。オーバーフローしやすい。あと、人は変わりたくない。 できれば変わりたくないって本能があるんで、なかなかうまくいかないんですよねっていうネガティブな、えー、意見に同調しやすいんでね、稼げてない人同士がつるんで稼がなくなっちゃうということもあったんでね、まあ、あの、仲良くこうやってね、モチベーションが上がるのかなと思ったら逆だったという理由もよく分かりました。まあ、そんな形でね、あの必要なやるべきことだけを伝えるんでね、まずはそれをクリアすると。 で、クリアするまでは他の情報をシャットダウンする。このやり方が、やっぱ一番成果が早く出やすいですし、頭もよく働くんで、まあ理由がね、経験則では分かってたことが理由がよく分かりましたんで、今後のサポート方針ね、ね、えー、ゾロサークル、えー、徹底したいと思いますんで、なんで、なんで聞いたこと答えてくれないそれはまだいいって、なんだそれってね、あの、思わずに、まあ思った時にはこの動画を ご紹介する。あるいはね、これを毎回毎回ね、言い訳のようにね、説明するのもなんかあの、よくないんで、あの、そういう疑問を持たれる前にこういうことですよって説明しときゃね、説明ですけどね、なんかね、言われた時にピシャッと突っぱねてね、理由を言ったら言い訳になっちゃうんでね、今のうちに。あんま関係ない段階の人も、あるいはね、自分は結構そういう先回りして知りたがる。 これは主に夏休みの宿題を計画通りやってたような人に多いですけど、えー、そういう傾向のある人はこの動画を見て、あなるほどそうなんだって。まあそれは、まあ、もうね、サポートを受けるって決めたんだから、じゃあ私の言うことを信じて、えー、3ヶ月あるいは半年間やってみようという形でね、サポートを利用していただければと思います。以上、アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。